がトップからいやもう大変な点差になりましたね。2000点ぐらいですか。はい、うん、岡田の 31,700 がトップ目ですね。 3万点持ちですよね、2万5000点じゃないんですよね、中西リボをついて294か、うん、谷ガラスメですかね。うん、すごいですねこれは。さあ何2曲です。これ本当オラス誰が上がるか勝負ですね、はい、これ、うん、親は大吾、ドラはリャンピン、こちら大吾の手配、ドラ含みのリャンメンターツがあります、うん、こちら今上がった中西の手配、谷は、統一が4組、さあどうするでしょうか。老僧から切り出していきました。岡田は今やっぱりそうですね、はい、さっき言ったオーラスの親、はい、ちょっと苦しいですよね、はい、そうですね、3人が割と楽な割り条件になってるんで、うんうんうん、もう谷が仕掛けましたね、はい、リャンアンからポン、おトイトイチュンで5200を作りに行くんですね。なるほど、もしくは本一、そうですね、本一か、うん、おポン、これもポン、さあポンしてリャンゾーですか。リャンゾー、はい、この後どうするかですね、うん、まあ天杯取らないですよね。トイトイにやっぱりしそうですよね。トイトイか本一かどっちかにしそうですよね、うん、ウーマンポンしたらどうするかとかね。パーマンチーならキューピンキューピンっていきますが、はい、でもキューピンがあるから本一にしないですよね、うん、ウーマンポンしてやっぱりトイトイにしそうですよね、うん、最後スーソーを引いてイーシャンテンではありますが形はまだ苦しい、うん、9番か9番谷がマンズの本一なんでに見えるんですね。9番泣いてないですからね。そうするとちょっと前に9番とスー1が通ったんで、うん、7、9両方切る、はい、今のうちという形でそうしないと苦しくなりそうですよね、うん、9番、はい、うん、その通り9番を切っていきました。こちら、中西は谷の上茶で少しやりづらくなってるでしょうか。そうですね、うん、中西マンズ持ってないんでね、はい、マンズ持ってないけどマンズ引いても切りづらいので、うん、そうですね、うん、ちょっと難しくなりそうですね。パワー引いた、これなら残すか、どうするか、うん、老僧、ウーピン、はい、ウーピンは一通の元なので老僧ですかね。三蔵、はい、うん、トンはションパイですが切っていきました。このトンは岡田統一でしたね、うん、おおチートイツ、はい、チートイツのイーシャンテン、ただ自敗は谷が持ってそうなので、なるほど、はい、そうですね、自敗から切っていきます。ペイは1枚切れでしたがションパイのシャアの方から切っていきました、うん、シャア谷の風からもうこれは攻めてますよね、はいはい、この町じゃダメだと、うん、さあ第5イーシャンテンを広くするなら老僧を切って貫禄ピン引いてもリーチとかいけるように、うん、ただマンズの振り点両面は怖い、振り点両面かパーピンかな、つもぎりか手出しするかイーシャンテン、老僧、はい、うん、さあこの老僧を中西がチェイしてEピンを落としていきます。タンヤオに向かっていますね。いやーこれ、うん、スーワンどうしますか、うん、あっちゃ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 、まあしょうがない、仕方ないですねこれは。まあ、うん、そうですね、はい、上がりに行った選択なんで、うん、積極的な仕上げりがたまたま裏目に出ましたけど、うん、そんなのは結果論ですよね。これも行くか、はい、うん、自分で切ってる数ワン、うん、そこまで頑張ったけども、うん、ペイが、はい、切れてしまった、前切れマンズは切れないですね。もう中西は食いたんなので、うん、マンズで一メンツ作れれば、うん、結構マンズたくさん抑えられますからね、うんうん、まあ、中西上茶ですからね、うん、ちょっと大吾岡田とは立場は違いますよね、はい、うん、
大悟九ピンを引いてきて、九ピンを切ると手広いが、うん、はい、やはりこの満足、うん、部分をどうするか。まあでもピンかな。スーアンが先、はい、九ピンですね。形変えず、そしたらまさかのポンが入る、はい、これは予想外。これでカンパーワンのテンパイ。まあ、あ、パーワンどうだ、切らないか、トイトイに危ないですからね。そうですね、パーワンションパイです、うん、2ピン3ピンは、まあ、そうか、数層は大丈夫そうですね。おフリッテンのローアン引き戻しました。ローアン引いた、これはどっちかでリーチじゃないですか。カンローピンかウーピン短期か。いや、あ、ダマか、うん、あ、ウーピン現物なんでまだ買えますか、うんうん、そう、中西3ワンとローアン引いてちょっと苦しいですね。おお、なんかパワン危ない、はい、おお、なんつもぎり、んなん通ってないですよね、うん、何短期があり得る。お、これフリテンロー9アン、まあ、ウーピン短期よりはマシかっていう感じですかね。ローアンも打ちづらいですよね。あ、リーチだ、リーチですね、なるほど、うん、はい、ダイゴフリテンのロー9アンでリーチです。すごいフリテンリーチですね、これは、うん、もうこれはマンズ通すよりはもうここで勝負ですね、うんうん、結局そうですね、谷が本質じゃなかったんで、はい、9は2枚まだあんでしょっていう、うん、あ、確かに合わせ打ち入ってないですからね、気持ちがありますよね。さあ、これは大きいですよ、はい、ウーワンどうする。これは怖い、これは怖い、ヤンメンにもシャンポンにも怖い。最終手だし進まんですから、ね、これは怖いですね。さあ、これで谷が一応降りられるようにはなったんですよね、ウーワンが通ったんで。そうですね、はい、でもチーソービシッといきました。谷の手は1300のかわし手ですから、うん、いざとなったら降りますよね。これ大悟決まったらでかいですよね、うん、上がれば2600オールですよね。そう、結構ですよ。本当に残りはローアンと9番1枚ずつ、ローアンと9番1枚ずつ、はい、実際谷が1枚持ってたんですね、うん、あ、これで残り1枚になりましたね。パワーも1枚ですね、うん、Q1 が1枚か。さあ、残り1枚ずつの戦いです。下に持ってきたのはパーソー、これは筋ですか、切りました。うん、谷もどこまでですよね。実際 Q1、うん、は打てるんで、はい、どっかでやめる可能性はありますね、うん、これローピン、これはやめるか、ウーピンが3枚切れだけどウーピン切りリーチですからね、はい、行くか。ウーピンスーピン両方とも3枚見えています、ダブルワンチャンスですが、うーん、行くか。降りるとしたら Q1 もウーワンも通っている、まあ、降りるなら、うん、ウーワンかな。ウーワンですかね、復活の目がある、うん、そうですね、Q1 打つと C1 どうせ打てなくなるんで、はい、降りるんであれば上の方がいいですね。降りるというか回る形です。おいった、行きました。あ、パワーなくなった。そうするとあとは Q1 1枚、はい、お、テンパイ取らず、テンパイは取らず、ローワンとリャンピンは切れないですね、やっぱ。そうですね、リャンピンドラですからね、うん、だからまあドラ短期で勝負かけてもよかったですが、さすがにローワンは厳しすぎますか。さあ、なんだこれは、2層も通って、いやー、ではいません。切りそうだな。ただそろそろやめるか、はい、あ、行った、来ました。テンパイ量もバカにならないですからね、うんうん、さあ残りは Q1 が1枚あるだけです。あー、ウーピンだった。いやー、ウーピン短期リーチはなかなかできない。さあ、テンパイ維持できるか。3ワンダブルワンチャンス、はい、行きました。ダブルワンチャンス。さあ、あと1回ずつですね。積もれるかどうか、テンパイを維持できるか。あ、おお、積もった。積もりました。これはすごい。これは。リーチピンフツモドライチフリテンのロー級ワンを積も上がって1300、2600の上がりです。ん、26オール。あ、失礼いたしました。2600オール親番ですね。これで1万点差をつけたってことですね。はい、これは。いやー、こう
ここのリーチしかしすごい判断じゃないですか。すごいですね。やっぱり9番が、はい、いるんだろうっていう、うん、ところですよね。なるほど。マージャンシリアルチャンネルをご覧いただきありがとうございます。マージャンに関する動画をほぼ毎日アップしています。ぜひ、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。